姫川第3ダムは、長野県北安住郡小谷村、一級河川、姫川水系姫川に建設されたダム。高さ8.6メートルの重力式、コンクリートダムで、中部電力の発電用ダムである。同社の水力発電所、姫川第3発電所に送水し、最大12,100キロワットの電力を発生する。戦後、 姫川上流域の水力発電所を継承した中部電力は1953年に姫川第三発電所の建設に着手した。これは旧安住電機が1935年に運転を開始した姫川第二発電所の下流大網発電所との間に建設するものである。もともと安住電機が建設を計画したものであったが、 未着手のまま日本発送電を経て、中部電力へと引き継がれた。当時、中部電力は電力不足を解消するべく発電所の建設を急いでおり、姫川第三発電所のように短期間で完成が見込まれる地点から優先的に進めていた。姫川は、糸井川静岡構造線上を流れるとあって、発電所の建設にあたり、断層や地滑り、 豪雪などの問題に直面しながらも、1955年7月9日に完成した。最大出力は運転開始当時1 1 5 0 0ットであったが、2001年に現在の1 2 1 0 0ットへと増加している。なお、姫川第二発電所から大網発電所の間には、水力発電に利用できる標高差が90メートルあり、 姫川第三発電所は上流側55メートルのみを利用している。残された下流側35メートルについては黒部川電力によって開発され、1982年に北小谷発電所として完成した。姫川第三発電所の時と同様に地質上の問題が多く、工事中に断層が発見されたことから設計変更を余儀なくされるなど難工事であった。 国道148号、道の駅小谷から松本市方面に向かって進むと、橋を渡って間もなく、水圧鉄管が道路を横切っている。山の斜面を下る鉄管の先に見える施設が、姫川第三発電所である。これを通過し、小谷温泉口交差点を右折すると、取水元の姫川第三ダムに到着する。ダム湖には、姫川橋がかかり、 渡った先には JR 大糸線、中土駅がある。付近には姫川第二発電所がある。ありがとうございます。